ソフィアン・アムラバトは、オランダブラリクム出身のモロッコ系オランダ人のサッカー選手。アクフ・フィオレンティーナ所属。モロッコ代表。ポジションはミッドフィールダー。兄はノルディン・アムラバトであり、プレーに関してだけでなくキャリア選択でも多くの助言を受けている。アムラバトは、HSV でエズードボクルスでサッカーを始め、2007年に、 FC ユトレヒトのユースに加入した。2014年11月2日、フィテッセ戦でクリストファー・ペテルソンとの交代で途中出場し、プロデビューを果たした。アムラバトは2016から17シーズンに PSV に移籍したバルト・ラムセラールの穴を埋める形で FC ユトレヒトのスタメン選手に成長した。チームのエールディビジ4位の成績に貢献し、 UEFA ヨーロッパリーグの出場形をかけたプレーオフも制した。このプレーオフの初戦である2017年5月17日の SC ヘイレンフェン戦では先制点となる自身のプロ初ゴールを決めている。国内外から多くの関心を集めていたアムラバトは2位ノルディンの助言もあって国内でのステップアップを希望した。2017年6月30日 M 自分に合うクラブと語る前シーズンに得るディビジオを制したフェーノールトと2021年までの契約を結んだ。遺跡金は約400万ユーロと報じられた。2018年8月24日、クラブブルフヘに4年契約で加入した。フィジカルの強いボックストゥボックスの選手。FC ユトレヒトでのチームメイト、ナセル・バラジテはパワー、効率性、競り合いので力。 良いパス技術、総力とモダンな MF に求められるすべてを兼ね備えていると評した。ありがとうございます。